こんにちは、マリリンです。エマちゃん、タッケにいます。スキムツイスターとリッチコーヒーとエッグタルトを注文しました。アプリを利用するとエッグタルトが250円になりました。アンケートに答えたのでコーヒーは50円になりました。合計760円です。明日からマクドナルドで月見シリーズが復活するので今度はマクドナルドに行きたいです。ケンタッキーの月見シリーズはすべて注文しました。エッグタルトとても美味しそうです。名前を変えて登場しました。以前流行っていたみたいです。いただきます。